今日のトレバズはこちら、あのイラスト屋から重大発表があったんです。 SNS 上では惜しみない賛辞が送られています。皆さん、このイラスト屋ってご存知でしょうか？この名前は知らなくても、このイラストを見ればピンとくる方が多いはずです。そうですね、はい、あのフリー素材集のサイトなんですけれども、このホームページで昨日重大発表があったんです。それはこちら、作者の方、9年間お一人で毎日新しいイラストを公開していたんですが、体力的精神的に限界を感じたため、来月から不定期更新に変わりますよということを発表したんです。これに対して SNS では惜しみない賛辞が送られています。中にはイラストやもはや社会インフラだと思うなんていう言葉もあるんですが、小松さん、私たちの番組でもよく使わせていただいてます ね。フリー素材って言っても、あの、権利関係なく好きに使ってくださいっていうこと、ネット上にあるやつで、はい、その9年間毎日更新してたっていうのがすごいですよ。しかも私なんかこう大きなオフィスでやってるのかと思ったら、作者の方お一人で更新されたっていうのにも驚きですよ ね。放送でもよく使わせていただいてますよね。しょっちゅう、あの、特にこういうふうにこうモニター上で説明するときなんとかね、非常に頼りにしてたんですけれども、これまで2万5000枚以上のイラストを公開していたということで、全国が作品だらけなんです。見てみましょう、はい、鮮魚店のチラシですとか、自販機の案内ポスター、さらにあの GoTo トラベルの資料にも、実はこんな風に使われていたんですよね。非常にやっぱイラスト化されることによって分かりやすさっていうのをアップしますからね、はい、政府観光庁も使わせていただく。そうなんです、はい、なんと官邸のサイトでも、これ子ども向けの官邸サイトなんですけど、うん、イラストを使って分かりやすく説明というのを使っていました。で、ちょっとここからが驚きました、はい、なんとイラスト屋は海を越えていたんです。台湾でもこのように使用されていたということも今回調べてみて分かりました。海を越えていたんです。ではなぜここまで浸透したのか、 IT ジャーナリストの三上さんに伺いました、はい、理由はズバリ2つ、時流に合わせるスピード感と、どこまでもフリーだというところなんです。1つ目見ていきましょう。早いんですよ。とにかくバズった話題やニュースに即座に対応しました。表現できる資料がない時にも絵にしてくれるから非常に助かる。最近ではあの令和の発表、はい、当日にこのイラスト公開されました、はい、当日です。そう、すごいスピード感。そして東京アラートが発動された2日後には赤く染まるレインボーブリッジもこのように公開されていたんですよね。本当にたくさんの人が助けられたわけですね。そうなんです。あとちょっと珍しいシチュエーション、リモートワークで目が疲れるなんていうのも、ね、この前使わせていただいたんですけど、そういうちょっと入り組んだようなシチュエーションもやっぱ毎日更新なんで、細かいところ、かゆいところに手が届くような、ね、イラストが多かったんですよね、はい、で、広まった人気の秘密、もう一つがこれ、無料であるということと、著作権表記が不要ということなんです。ですから個人から自治体まで幅広く活用されているということなんですが、あれ、これだと収入が得られてないんじゃないかなと思いましたら、あの、三上さんに伺いますと、おそらくこのサイトに訪れる方が目にする広告によって収入を得ているのではないかということです。まあ、かなりの人気サイトなので、かなりのまあ収入にもなっていたかなというところということでした。マネタイズがこういうふうにできるっていうのは、その仕組み自体もすごく勉強になるところが多いですね、うん、そうですよ ね、 ね、もうなんといってもなんですかね、こう、もういろんなあらゆるところ、私たちの ね、 ですよね、こう生活のあらゆるところにね、見るだけでも楽しくて、結構こう、うん、こんなイラストまであったんだっていうのね。そうなんです、あの、マスクの表情のイラストとかもたくさんありましたね。そう、いろんなパターンがあるんですよね。だから、あの、言葉関係なく海外でも使えるって、さっきの台湾の例もそうですけど、はい、あの、ユニバーサルデザイン化しちゃってますよね、うん、そうですね、いろんな用途にどの国でも、うん、どの文化でも対応できる。そうなんです、イラストってそういう力があるなっていうのを改めて気づかされました、うん。